鉄鋼ドリルの再生研磨機の実演を始めます。まずセットの内容なんですけども、本体と刃先設定器、それからドリルのストレート用のチャック、これがワンセットです。それから本体、刃先設定器、六角軸のインパクトドライバー用の、ドリルのチャックです。これがワンセットです。それから次に本体と刃先設定器とストレート用のチャック、六角軸用のチャック、このフルセットがセットになります。3種類のセットから選べるようになっています。でドリルの径に関しては 2.5 ミリから13ミリまでの研磨再生が可能です。でまずストレート用、こちらのチャックの間にドリルを通します。で両サイド凹凸が2種類2箇所出てますので、これを真横に刃先設定器のに置いていただいて、こちらの刃を拾います。で刃をまっすぐ最後までつけていただきます。で右に回してカチャッとロックが入れば設定が完了です。でこのままチャックを閉めます。でこちらで砥石が118度の角度で設定されて回るようになっています。研磨終了です。